はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、KK でございます。さあ、久しぶりやっていこう。いやー、やっとね、生活の方落ち着いて、私生活の方ね、落ち着いたんで、やっと対戦実況以外の方をね、本格的にやっていこうかなと。やっていきますよ。跳ねていきますよ、今回も。今回もひたすら跳ねていきます。賢さのハイパーランクですね。賢さのハイパーランクからやっていきたいと思います。では、さらっとクリアしていきますよ。もうね、喋るネタもございません。前回がいつやってたのかも覚えていません。前回何日投稿したっけ？忘れた。おそらくポケモン20周年の話はしていないはずなんで、そこら辺の話をしようと思ったんですけど、しません。しようとは思いません。グランで知りません。もう、とりあえず、跳ねていきます、今回も。賢さコンテスト、ハイパーランク、おそらく負けることはないんでね。この登場シーン、このね、4匹の登場シーン、このルナトーンとかね、登場シーンが終わって、第2審査に移った瞬間、おそらくね、倍速になると思いますので、これね、インテリコイキングを見た後、さあ、かなり盛り上がったところで、倍速に移っていきたいと思います。では、倍速。さあ、今年も跳ねていきます。キネシスで上げても無駄ですよ。さあ、どんどん、跳ねていきたいところだ。ハスブレロ、猫玉パチンと、初手は猫魂。安定行動と思ってるのか、ゴツゴツメットのダメージで、厳しくなるぞ。噛み砕いてきた、B ダウンはならなかった、こちら。ハスブレロが B ダウン。さあ、第2回目、2回目の審査、跳ねていきます。さあ、ひたすらぴょんぴょん跳ねていきます。ぴょん跳ねて終わり。タルナトーン、催眠術。初手催眠術、タイミングでね、運ゲーかましていきますよ。55% だっけか、当たってしまった。さあ、空コイキングはグーグー眠らない。さあ、グライダー、鍵分けて、気持ちが落ち着く。いよいよ鍵落ち着く。なんでしょう、決めているのか。あまり決めちゃってるか。叩き落とす。ハスブレロは会場のお客様の持っているサイリウムを叩き落とした。さあ、第3回目行きましょうか。跳ねていきます。ハスブレロ、お水で遊んだ幼稚園児からと、お水遊び大好きとか言ってるならやばいよ。さあ、メロメロな雰囲気でここはね、倍速になっていません。ジュニアスプレッシングレイン。さあ、見たことがあるので倍速です。申し訳ございません。見たことがある数字がたくさんありますが、ここ倍速になってます。見たことがあるライブアピールはおそらく倍速なんでしょう。さあ、次、グライナー、差し押さえ。さあ、すべての道具を差し押さえされました。調子いいポケモンからかおうとしたがもうミスった。空回りしてしまった。グライナー選手。さあ、未来を予知しました。さあ、この先の未来、すべて何が起こるか、ルナトーンだけは知っています。ルナトーンのこの瞳の奥にはね、未来を予知している。すべての行動が家に見えている。さあ、コイキングはひたすら跳ねている。ということは未来が見えているとか、ルナトーンにだけ、このコンテストの結果が分かっていると。さあ、4回目跳ねていきましょう。自然の恵み。何をしたのか全くわからないが、自然を恵んでもらってですね、大自然の恵みをハスブレロの頭の上に乗せて、グラトンはサイコキネシスを打っていくが、さあ、どんどん盛り上がっていくが、グライナ選手が、ここで賢さのアピールを披露すればライブアピールができるが、さあ、ダメ押しで4ポイントゲット、まあまあうまくいって盛り上がった、さあ、盛り上がっていった盛り上がり、そして、グライナ選手のライブアピール、かっこいいね。さあ、おそらくここの場面は倍速じゃなかったんでしょうかね。さあ、コイキングはいつも通り跳ねて終了。さあ、ラスト跳ねていきますよ。最後もしっかり跳ねていきます。グライナーはひたすら嗅いで、匂いを嗅ぎ、決めちゃいました。落ち着いたようです。気分が落ち着く、いい薬なんでしょうか。さあ、グラトーンはまた未来予知。未来を予知し、このコンテストの結果、この先の未来を、グラトーンだけは知っている。最後、ハスブレロ、猫玉、高校猫魂。さあ、5回目の猫魂じゃないわ。ご用意なんてわかんないよ、跳ねております。はい、結果、発表。さらっと行きました。発表です。さあ、優勝は圧倒的、まあ、コイキングなんですけどね。まあ、ハイパーランクで負けることはないんで、優勝は当たり前です。さあ、ハイパーランクが終わったところなんで、次、ハイマスターランク。賢さコンテストのマスターランクをやっていきたいと思います。一回カット。はい。ではやっていきますよ。マスターランク。さあ、コンテストも
また賢さランキングっていうさ、賢さコンテストの方も、いよいよ、最後の、マスターランクの方、挑戦していきたいと思いまーす。さあ、エントリーナンバーは4番。さあ、賢さコンテスト、マスターランクは、しっかりと、倍速せず、行っていきたいと思いまーす。さあ、マスターランクね。さあ、やっていきますけど、今、アニポケの方も、ね、なんだっけ?セレナが今、マスタークラス、頑張ってますけど、こちらもね、しっかりと、マスターコンテスト、マスターランクの方、やっていきたいと思います。壮大な、次回予告ネタバレしてましたね。城之内シス並みの、ね、やってましたが、気になる方は、アニメの方ね、あ、終わっちゃったから見れないか、録画した方ね、まあ、まとめサイトの方にね、なんか言ってるんで、次回予告やばいってね。そちら見た方がね、一番早いと思います。さあ、コイキングね、最後の最後も賢さね、コンテストの方も、しっかりと跳ねていきたいと思います。正直もう喋ることはございません。ひたすら跳ねていき、そして、この賢さコンテストのマスターランクを制覇していきましょう。さあ、1回目跳ねていきます。サメ肌キルリア様夜ね。すごい賢そうなメンツが揃っていますが、サメ肌は賢そうには見えないけどね。さあ、サメがネット、特殊サメ肌はありえるか。ありえねえと思ったけど、ありえたわ。失敗しちゃった。さあ、キルリアが一体トリックルーム、トリルを発動したことによって、サメ肌とコイキングが不利になり、キルリア、サマヨールが有利になってしまいました。それはバトルだけの話です。サマヨールが恨んでいた誰の恨みなんでしょうか?一体誰を恨んでいるんでしょうか?この3匹のポケモンをひたすら恨んでいたようです。さあ、1回目が終わり、2回目しっかり跳ねていきましょう。サメ肌、毒毒の牙、両頭サメ肌ですが、両頭サメ肌、ひたすら盛り上がってしまいました。さあ、サメ肌、つやしキルリア、自己暗示。あまりね、バトルでは見られない自己暗示。ひたすらね、ハートの方が増えてまいりましたが、このハートの増え方は非常に厳しいんではないでしょうか。さあ、サマヨールの呪い、恨みに呪いね、ひたすらね、誰かをね、恨んでいるんでしょうか。呪いたいと思っているんでしょうか。そのね、相手の方はよくわかりませんが、サマヨール、ひたすら、相当闇が深いようです。さあ、3回目のアピールやっていきましょう。キルリアがトリックルーム、ひたすらまた S を逆転させました。トリックルーム2回、S を元に戻したって感じですかね。さあ、サメ肌、ライブアピールのチャンスがやってまいりました。さあ、サメ肌はライブアピールを成功させることができなーい。できなーい。そして、コイキングはひたすら跳ねていく。これはサマヨールのライブアピールが発動されるのではないでしょうか。また恨んでいる。また恨みをやめてライブアピールもなしかーい。次回ですね。ライブアピールを、これはライブアピール。サマヨールがまたチャンスがやってまいりました。呪い。恨んで呪って。さあ、サマヨールの闇はとても深い。だが、ライブアピールはできなーい。さあ、サメ肌、ライブアピールのチャンス。ここで、しっかりと、ライブアピールを成功させていったー。さあ、賢さランクコンテスト、マスターランク。サメ肌のライブアピール、発動、ジニアスブラッシングレイン、見たことあるー。やめてー。せめて、見たことないやつにしてくださーい。さあ、ライブアピールが終わったところで、さあ、ハートがたくさんもらい、やばい状況になってまいりましたが、コイキング、変わらず跳ねていきます。ひたすら跳ねていきます。がっかりされようともひたすら跳ねていく。そして、キルリア、またまたトリックルームで S を変えていく。S の操作が大好きなキルリア、同じアピールしてんじゃねえよってね、審査員に怒られましたが、僕は怒られ慣れています。さあ、5回目も跳ねていきますよ。さあ、跳ねる、ぴょんぴょん跳ねていきます。審査員に怒られようが、観客にがっかりされようが、ひたすら跳ねていきます。さあ、サマヨールは、このコンテスト中ひたすら恨んで呪って、
誰に恨みがね、相当闇が深いサマヨルさんでした。さあ、自己暗示を見せ、盛り上がりますが、もう星は一個しかない。サメ肌最後のアピール、一体何を見せるのか。ここでダメ押し、新たな技を見せてきた。ここでハートを一気に稼ぐ作戦だ。盛り上がり、ハートが 1,2,3,4,5,6,7。これは非常に厳しい。ライブアピール成功に、このハートの数。さあ、審査が終わって、ここで結果発表。さあ、賢さコンテストマスターランク制覇したのは一体誰か。サメ肌に勝てれば、サメ肌に勝つことができれば優勝ができちゃうんすよ。さあ、優勝しました。賢さコンテストマスターランク終了。シェア終わった。マスターランク制覇、リビョンゲット、リビョンゲットということでね。何控室、何、え、控室マジで、やった、久しぶりの控室じゃん。誰、お前かい、俺だよ、お前だったのか、残念だったな、ルチアじゃなくて。そうだよ、何期待させてんだよ、残念だな。ちょっとどうもいいよ、はいはい、練習してんの、はいはい、あいつ、お前がマスターランク全部練習するのを、コンテストスターが誕生するのを待っているんだ。そしてそのコンテストスターと最大のパフォーマンスができそういたいんだ。だから特訓して、ここにもなかなか来れないみたいな。そうなんだ。へぇ。楽しそうに特訓してな。へぇ。ふーん。俺でやりたかった。お前じゃ無理だよ。おめえじゃ無理だよ。才能がねえんだよ。そう、資格がない。才能のかけらもね、ただの一般人、凡人が努力したところでね、才能のある天才には勝てないんだよ。さあ、言いたいことを言ったところで、たくましさコンテストにはお前出せない。たくましさをできないんだ。バカじゃねえの、お前。はいはい。はいはい。はいはい。何？なんかくれるの？なんかくれるの？いらねえよ、おばひなよしな。100円じゃなくてな、200円だけ買えるよ。マヒナヨシくれるやったら、なんかもっと豪華な、モーモーミルクなんていらねえよ。くじでたまに当たるからいらねえよ。何？ウイの実ってなんだ？ちょっとわかんないからちょっと嬉しかったじゃねえか。ここはウイの実とじゃなくて、オレンの実とかクラボの実渡せよ、こら。なんでちょっといい木の実を渡してね、ウイの実ってなかなかいい木の実なんじゃないの？何ちょっと最後の最後でちょっといい感じの木の実渡して、ちょっと見ます、ウイの実。ウイの実ってなんだ？ピンチの時に HP を回復する。オレンとオボンとほぼ同じじゃねえかよ。嫌いな味だと混乱するってオレンとオボンの劣化じゃねえかよ。そんなもん渡されても嬉しくもなんともねえんだよ。捨てるわ、ハーゲ。ということでね、今回の動画はこの辺にしたいと思います。次回はたくましさコンテスト一気に。これね、もう4匹ともコイキングやってまいりましたよ。やってまいりましたよ、ほんと。残るは、たくましさコンテストのみとなっております。さあ、次回からね、たくましさコンテストの方頑張っていきたいと思います。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。では、次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。